その前にこんばんは。こんばんは。どうもどうも。いやいやいや、参っちゃいましたね。暑くて、ね、今日はですね、なんと、はい、あのたまごっちの、はい、話題をね、高尾ちゃんと、あの私とで、クナイト2は新しい情報以外はやらないということで、2ヶ月間お休みしていたんですけれども、やはり反響はですね、すごく多くてですね、なるほど、ファックスが寄せられてたんですけれども、ことと悪いことその中でもあのすごい反響が多かったのが、金と銀のたまごっちは本当にあるのかという問い合わせが多かったんですね。それで、はい、うん、そんなに見たい見たいとおっしゃるのなら、ここに2ヶ月間封印したこの冷蔵庫から、あれ冷凍庫から出てきましたね。はい、入ってる。お待たせいたしました。これが我々トナイト2が2ヶ月間封印してまいりました。こちらが銀のたまごっち、略して銀玉。はい、そして高尾ちゃんのこの金のたまごっち、略してそうです。この2種類が、これはもうあれでしょ、はい、全然もう手に入らないんでしょ、はい、もう製造されてないということで全体がどうでもいいこれ人気がなくなっちゃったな。これが銀玉ですか ね、 これでもね、これ後で動かしてみよう、はい、どういうことになるのか、はい、そうですね、はい、まあ、とにかくこの社会現象を巻き起こしたたまごっちなんですが、ついにそっくりさんが登場したんですね。まずはこちらの VTR からご覧ください。番組で初めて紹介した当時はまだまだ知名度も低かったバーチャルペットたまごっち。ところがその後大ブレイク。たまごっち欲しさに並ぶ行列は日を追うごとに長くなり、社会現象にまで発展した。今年1月トゥナイト2は改めて3週にわたり特集を企画。数々のスクープをキャッチした。先生宿題が中ない、パパの説教聞く耳ない、そして今宵2ヶ月の充電期間を経てついに復活。新たな情報を引っ提げて再び大特集。あったー、ちょうどガガさん、こっちこっち、ほらたまごっちっぽいやつ。先週末行われた玩具業界のビッグイベント、東京ゲームショー。そこにバンダイのブースをうろつく怪しげな男たちの姿がありました。一応下見に来まして、ゲームの内容とか出来栄えとか今後の販売のね、一つの施策として見に来たんですよね。まさか産業スパイと思いきや、この人たまごっちの動向調査をしていたのです。彼の狙いはポストたまごっち。近頃巷ではたまごっちに似ているけどちょっと違う新たなゲームが急増中。そこで今夜はそんなポストたまごっちの数々を徹底取材。確かね、発売元のバンダイさんによりますとね、はい、その1月には55万のたまごっちを出荷したと、それで3月末までに確か125万とか150万とか出荷する予定で、多分出荷されたと思うんですよ、うん、だから70万ぐらいはその後出たんですよね。その割には本当に手に入らないんですよ。入らないでしょ。一体どうなってんのかっていうね、面白い商品ですよね。セワビ広告なんかもありましたからね。でもね、噂によると福袋で売ってるみたいなね、話もあるし、まあそうですね、あの去年の12月にね、私がこの番組で、このたまごっちに関して類似品が出るようだったら、これ本物なんじゃないかっていうふうに言ったのあるんですけども、これね、類似品がもう出るんじゃないかなんて言ってる間に本当は出てたんですね、もう類似品が、そっくりさんというようなね、だからそんなになんて言うんでしょう、メカニズムというかプログラムも、だんだん難しいもんじゃないでしょ、だからこれいつか出てくるなっていうふうには思ってたんだけど、ね、やっぱり巷にはな、なんで泣いてんだお前。すいませんでした、なんかお騒がせしましてね。で、本物のたまごっちっていうのは、表参道とか原宿とか渋谷で売られていたんですけど、今回のそっくりさんは秋葉原で売られているんですよ。渋いですね、秋葉原、はい、本当にいろんなものが出てますんで、まずはそのたまごっちのそっくりさんのオンパレードです。ご覧ください。秋葉原でですね、たまご野郎なるなんかまがいものが出回ってるという情報があって、今年1月すでにたまご野郎の存在をキャッチしていた我が取材班、実際にそれが売られているという情報を入手しました。
たまごっちのようでたまごっちでないあのたまご野郎がついに動き出し始めました。すみません、お忙しいとこ恐れ入ります。こちらにたまご野郎ってありますか？先週のね、あの水曜日に本物と似てましたよ。今あるんですか？ないです。水曜日入ってもう木曜日全部出ちゃいました。ここだったらあるんじゃないかな。お邪魔いたします。卵野郎は置いたことないです。ギャオッピーっていうかので、なんかあの恐竜になるっていうのかな、それを外へ出しますでしょ、あっという間に売り切れちゃう。で、面白さはこっちの方が面白いですって結構言ってますよ。卵野郎とあとギャオッピー、これ一体どういうことなんですかね。ちょっと待って、あれじゃない、あったほら、たまごっちっぽいやつ。たまごっちに似てるんだけれども形はちょっと違いますよね。ガンガンに売れてますね。そうですか、はい、それにしてもよく作りましたねこれ。まあ、流行り物には偽物が出るっていう宿命でしょうかね。お値段はたまごっちより高い3980円。ミニテトリス風のゲームとセットで売られていました。ところでパート2というからにはパート1もあったんですよね。売り切れちゃったんですけれども、うん、僕の方に1つか2つ残しつつありますんで。すいません、卵野郎のパート1、あ、すいません、これだ。その名もスマートひよこ。パート2よりかも本物には近いですよね。そうですね。皆さん卵じゃないっていうのはご存知なんですよね。いや、知ってると思いますよ、うん、ええ、これもすぐ売れちゃいましたよ、サラリーマンだから。やっと見つけました。これが巷で卵野郎と呼ばれているスマートひよこ。この他どんなものがあるのか、秋葉原玩具事情に詳しい人にポストたまごっちについて聞いてみました。たまごっちにいたどういうゲームが出てくるんですか？スマートひよこ、あとはネコっち、ギャオッピー、ギャオッチ、ボンタン、ガーフィッピー、ハーちゃん、この辺じゃないですかね、私が知ってる範囲ではね。もう今卵って付けは何でも売れんじゃないですか。だから うちの方もあの今度5月には卵のお弁当箱、これもだいぶ出ると思いますよ。はい、偽物、人の育てるのと違うわけ？これは育てるやつとテトリスが一緒になったやつなんですよ。行列もできることなくひっそりと売られているため、お客さんは少々不安げ。でも皆さん結構買っていきます。卵っちよりこっちの方が、まあ、卵野郎だよって言った方が受け狙いで面白いかな。あ、受け狙いなんか面白そうじゃないですか。あ、何、じゃあ卵野郎はずっと探してたんですか？あ、探しましたよ。人になんか自慢できそうじゃないですか、笑いの種になりそうじゃないですか。なるほどね。若干産声は違うものの、誕生の瞬間はほとんどたまごっちと同じ。持ってみるとたまごっちの方が重い。画面も本家の方がはっきりしていて見やすいようです。しかし卵野郎はあっち向いてホイとビッグ&スモールの2つのゲーム機能を装備。またご飯とおやつ以外にジュースを飲ませることもできるんです。さらに秋葉原でまた新たな卵型ゲームが現れたという情報をキャッチ、その現場へと向かいました。まあ、あのこれなんですけども、はい、これが、まあ、あの一昨日ぐらいに入ってきたばっかりの、出ました、最新式の液晶ペットピヨッコ。なんか卵野郎パート2と言われているこれに非常によく似てるような気がするんですけども、ちょっといいですか、比べて。はいはい、まあ、私が育ててるのこれなんですけども。似てますよね。そうですね、ただ上にピヨって書いてるか書いてないかだけですよね。はい、多分台湾系の工場で生産してまして、うん、名前の方は日本のその購入したルートのところが付けますんで、それでこのガーヒッピーっていうのとピヨッコっていう形で名前が違って付いてるんだと思います。どう、本物の卵っちに比べて？いや、あんまり変わらない気がする。でもなんか偽物って嫌だ。どうですか、たまごっちもどきじゃないのこれ、ね、ちょっとこれ嫌だ。いや、いや何が嫌？なんか真似してる、いらない、いらない。
私高生にはいらないって言われたし、本当にね、たくさん出てるでしょ、でも猛毒ではあるけど別に偽物ではないんですよね、偽物という言い方とは違うんですね、これはね、法律的にも全然問題ないわけですよね、というふうに、まあ、バンダイさんもおっしゃってるんでしょ、ですね、ゲームとしては、ゲーム内容もちょこっと違うんですよ、すごく似てるんですけど、だからそういうところでは大丈夫みたいな、それぞれ可愛いじゃないですかキャラクター、そうですね、そうなんでちょっと今料理いたしましたけども、はい、手に持ってらっしゃいまして、ね、これギャオピ、これなんか洋服着られるらしいです、こうやって重きをついてくるんですね、これはね、あのミニテトリス風のゲームがついて4000円なんですよね、もう抱き合わせで売ってらっしゃるんですよ、はい、売ってらっしゃるって言われてますはい、内容的に、まあ、そんなに変わらないという部分で、なんていうのかな、これなんか致し返しっていう部分があるんだよな、そう、微妙な部分だと思いますよ、で今回ですね、そのたまごっちのそっくりさん、どんなものがあるかこちらまとめてみました、ご覧のようにこれだけいっぱいあるんですね、まあ、大きく3つに分かれてまして、猫タイプ、恐竜タイプ、ひよこタイプなんですけども、たまご野郎をパート1と言われているのがこちらの、スマートひよこなんですけども、このスマートひよこに関してはですね、たまごっちの場合は宇宙から来た謎の生物でしたけども、スマートひよこの場合は人間の感性を兼ね備えた、かなり頭のいい鶏なんだそうですよ、だ微妙的にちょっと違うんですけどねキャラ設定があるんですね、だから名前は違うんですけども、作っているとこが同じだったりするので非常によく似たタイプが、出てるということになるんですね、だから猫までなんだなこれな、そうですね、これ面白いね、ギャオッピーの恐竜タイプ、ギャオッピー、ギャオッチ、これ会社違うんでしょ当然、そうだとは思うんですけども ね、ちょっと定かではないんですが、でも犬も入れてほしいよな、犬さんの俺としてはそうですね、キャンタマゴッチとかなそういうの入れてほしいしな、そうですね、注目はやっぱりでも恐竜ですね、恐竜ものは随分増えるみたいですけどね、人間のあのなんか子供育てるっていうのがないのは不思議ですよ ね、 そ、 すね、まあ、そこがあのいわゆる卵からできるっていうところで、あれなんでしょうけれどもね、はい、そしてですね、はい、こちらをご覧いただくとお分かりになるでしょうかね、これですね、たまごっちのように見えるんですけども、たまごっちじゃないんですよ、さあこのですね、たまごっちの謎がこの後解き明かされるわけでございます、東京千代田区のこのビルの一角にですね、今までのそのたまごっちの遊び方とちょっとこの変わった遊び方をしていらっしゃるオーナーの方がおいでになると、失礼いたします、青木さんがおいでになります、あ、青木さんでいらっしゃいますか、どうも突然申し訳ございません、今ちょっとやってたんですけど、中の絵をですね、自分で Mac で作りまして、それで、まあ、改造ですか、交換してしまったという、背景が本当だ、これ野原になっちゃって、第一弾として、野原に散歩編、本来のたまごっちは少しばかり殺風景、そこで彼はコンピューターを使ってオリジナルの背景を作ってしまったのだ、たまごっちを分解して画面の部分を取り替えるだけ、これで可愛い背景のニュータマゴッチの完成、これがですね実際のオリジナルの背景、そうですね、なんかちょろいもんですねこんな子供だましのボール紙一枚だったわけですか、そうですね、さらにこの作ったやつですね、普通に組み立てるだけです、ね、ちょっと拝見してよろしいでしょうか、非常にこうね、のどかな雰囲気がしていいじゃないですか、お蕎麦食べてたんですけど、その中に落っことしてしまったんですよ、たまごっちを、で分解して中拭けば治んじゃないかなと思いまして、さっきのボール紙みたいな絵が入ってまして、じゃあちょっと改造してみようかなと、かわいいですね、ということで、まあ、先ほどご覧に入れたようにですね、雰囲気変わりますね、これ雰囲気変わるでしょ、変わりますね、背景を、まあ、パソコンで自分の好きな背景にこう変えてるわけなんですね、で先ほどの青木さんの場合は今これご覧いただいてるのは野原編というやつで、あと桜満開とかね、それからこのたまごっちが宇宙探検に出かけるとかですね、背景が宇宙になってたり、あとはちょっとゴジラっぽくですね、都市がこう崩壊してる絵とか、あと今4パターン自分で簡単にできるんですね、簡単ではないですこれはね、僕も拝見してたんですけど、持っててね、あ、なんか簡単そうだなと思って、やられる方おいでになるかと思いますけども、これはかなりリスキーです、リスキー、最初大部分はね、ちょっと失敗するような感じですね、あ、そうですか、じゃああんまりやたらに分解したりしない方がいいですか、そうそうそう、自分に入れた卵、自分に入れた台無しになっちゃう、今ねギャオッピーやってるんですけど結構面白いです
こうなるとギャオッチー、ギャオッチーって見たかったな、ジロッチー。まあなんかこうやって見てるとなんかなんでしょう、さっきも VTR に出てきましたけど、持ってない人はね、なんとなくまあフェイクと知りつつ買ってるっていうところもあるし、持ってる人はなんかちょっと飽きてきたかなというようなところがね、あのね、でも台湾のね、これ作ってる人のねインタビュー、これはテレビでやってましたけどね、もうこれ技術競争なんだから、どんどんこっちはね新しい技術をこれに付け加えていくんだから、全く違う商品だからいいでしょうって、もう完全あのあれですよ、当たり前のこととして、でもそろそろ飽きたんじゃないかなと思うんですけどもね。まあそんな飽きた時にはですね、ぴったりの 4WD のトライアルの大会が行われたんです。その模様ですね、 CM の後お届けします。体力とテクニックが勝負、ドライバーの勇気と度胸が試される 4WD トライアル。これまで男たちのスポーツだったこの競技に今女性たちが挑みます。すごい、顔が真剣だ、顔が真剣だ、あ、いい感じ、あ、すごいすごい、わー、トランポリン、トランポリン状態です、いい、あ、とにかくですね、中の振動がですね思ったより激しいんですけど、ぬかるみあり、急勾配あり、コースの至る所に危険な落とし穴が待ち構えている。そんな厳しいレースに彼女たちは何を求めているのでしょうか。女性も挑む 4WD トライアルの魅力に迫ります。こんなの見たことあります？そうですね、ゴロゴロ転がってます。しかも女性ですか？そうなんですよ。で、今回はですね、この 4WD のトライアル大会というのが行われたんですけども、このようなですね、あのセクション、関門がですね、5個ありまして、それをですね、順番にクリアしていくというものなんですけども、まず簡単にルール説明すると、これはあのタイムを競う、レースじゃないんですよ。で、まず、ですね、この脇に、テープが2本貼ってあるんですけども、ここに当たった車の車体が触った時点でもうこのセクションは失格ということになるんですね。減点、はい、あと交代したり切り返しするときに交代してしまったりするともうそこでまた減点されたり、それからあの停止を5秒間以上したらもうマイナス5点とか、一つのセクションでだいたい10点持ち点があるんですね。そこから減点、減点のポイント制なんだ、やるんですけども、で今回この 4WD のトライアル大会が、ですね、あの改造車という形で行われました。その中に女性2人出場してたんですけども、その女性2人に密着してきました。ご覧ください。回転数を上げてスタートしました。うわ、すごい音ですね。桜がもう東京では咲き切ったというのに、富士山のふもとこちらではこんなような天気になっています。今日 4WD のトライアル大会が行われるんですが、中でも女性の参加者がお二人いらっしゃるということなんです。こんにちは、お邪魔します。あの今日出場する、はい、田所久美です。本格的なトライアルに挑戦するのは今回が初めてという田所久美さん。本職は鈴鹿中央病院の内科に勤める看護婦さん。レース歴はどのぐらいなんですか？7年になります。一方こちらはレース歴7年、トライアルのベテラン鈴木優香さん。この御嶽カップにも過去3度出場し、男女混合でも毎回上位に食い込むスーパー OL です。怖くないんですか？そんなケタケタ笑ってますけど。しょっちゅうひっくり返ります。夢の横転でしたね。夢の横転普通じゃないですよね。あの今日の、まあ、男性諸君、まあの中で、もう負けず劣らずトライアルテクニックを持ってる2人なんですよ。ちょっとコース見たんですけども、本当に女性で大丈夫なんですか？大丈夫ですよ。女性が走るんじゃなくて車が走るんですからね。さて第一セクション、経験豊かなドライバーでも一度のミスが致命傷になるという難コース。今ゆかさんがスタートしました。難関のこのカーブ、うわ厳しい厳しい、頑張れゆかさん、頑張れ頑張れ、すごい顔が真剣だ、顔が真剣だ、あ、いい感じ、あ、すごいすごいすごいじゃん、うわ飛んでる飛んでる、
なんかめちゃめちゃ感動してしまったんですけど、鈴木久美さんがスタートします、先ほどの笑顔が全く見られませんね。頑張れ頑張れ頑張れ、あわあすごい、あ大丈夫、やったクリア。あのお皿の上でですね、フライパンの上でこうクコンが跳ねるようにですね、できました、合格です。あの土がですねバンバン飛んでくる、こんなような状況で最初のレースが始まりました。実は今全国で鈴木優香さんのような女性が少しずつ増えています。こちらのショップでも月に 1,2 回女性を集めてドライビングの勉強会を開催。メンテナンスの基礎も教えてくれます。結成してからクラブはチームはそうですね6年経ってますけど、最初は本当に男の子ばっかだったんですが、徐々に1年に1名ずつぐらいは増えてます。自慢はレース上で有利なようにエンジンを乗せ替えてあって、ボディも軽く FRP の素材で作ってあります。男性と女性の差があまり出ないというのもあるんですけれども、そういったところが魅力だと思います。さてコースはいよいよ第2セクション。折からの悪天候のため地面がぬかるみ失敗者が続出。さあベテランのゆかさんが来ました。見事なテクで一気にクリア。続いて看護婦のふみさん。この後とんでもない事故がふみさんを襲います。すごい明るいですね。すごいでも嬉しかった。嬉しがってますよ。え、どういう状況だったんですか。いや、よくわかんないですね。なんかね、あんまり覚えてないんですよ。え、どうか大丈夫ですか、頭とか。頭だけちょっとね、打っただけなんですけど、ね。え、大丈夫？大丈夫です。なんかこう横のあぜ道みたいなところに落ちてきましたね。結局、看護婦のふみさんは脳震盪を起こし、無念のリタイア。最後じゃないし、デビュー戦みたいな形になるもんね、まあ、いつ何時何が起こるか分かんないから。久美さんからも一言。兄貴頑張ってください。ありがとう。最後の難関と言われる優香さんが調整するコースになっています。いくら 4WD とはいえ無理だよ。うわーすっごい、うわー本当にこれ登れんのかな。一生懸命今アクセルを吹かしています。どんな心境でいるんでしょうか。諦めましたね。ゆかさんどうですか。ダメでした。一言。それでもベテランのゆかさんは男女混合で5位入賞という素晴らしい成績。一方久美さんにも特別賞。レースはずっと続けたいと思うんですけど、また違った形でこういう大会とかこういうあの世界が広がっていけばいいんじゃないかな、そういうところの一員としてずっと入れたらなと思います。今回はキリちゃんあんまり積極的にはやらなかったみたいですね。いつもやるでしょ。自信のないことは全然。乗ったんですけど、あれ見てると本当にあ怖いとか思ってしまうんですけど、乗ってみるとそんなにね怖さは感じないもんですね。でも難しい難しい、なかなか思い通りにハンドルがさばけないんですよ。それはもうプロの方でもみんなそうだと思うんですけどもね。キリちゃんってこう見ても結構運転うまいんだよね。あ、そうなんですか。日常的に運転する人は言われてるんですけど、でもそれでも全然もうちょっとなかなか思うようにはいかないって感じですね。で今回あの72人参加者の中で一人だけ全部クリアできた方は、あとはみんなどっかしらで棄権したりとかリタイアしたりしてるんですよね。難しいですね。あれ車はどうすんの。車は自分たちの持ち込みです。持ち込みなのあれ。はい、経営ですねあれは。
ジムニー、ジープ、パジェロとか 4WD だったら何でもいいんですよ。なんかでも軽い方がうまくいきそうな感じしますね。そうですね、うん、だからなるべくそういう軽いものを乗ってらっしゃる方が多いんですけど、やはりあの改造車の方たちはですね、80万か100万ぐらいの改造費をかけて頑張ってらっしゃいますね、うん、で今のところの全国に1200人程度しかあのいらっしゃらなくて。どうやって計算したんですか？いろいろあのそういう協会がありまして、そこで調べたんですけど、その中でも女性がまだ20人ぐらいしかいらっしゃらないんですよ。だその中ではかなりあの高度なテクを持ってらっしゃるということなんですけども、あの普通のノーマルの 4WD のクラスもありますので、あの街でねちょっと 4WD のね性能ちょっとなんかもったいないなって思っている方がいらっしゃいましたら、ぜひともこのレース参加してみてはいかがでしょうか。